アダム・ホロウィッツは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。エドワード・キッツスと共に、フェリシティの青春、ブラック・サッシュ、ワンツリー・ヒル、ポピュラー、ファンタジー・アイランド、ゴッサム・シティ・エンジェル、ライフ・アズ・ウィー・ノー・イット、ロストのエピソードの脚本を執筆した。2011年秋からは、キッツスと共同企画した、ファンタジーテレビドラマ、ワンス・アポン・ア・タイムが、 ABC で開始されている。ホロウィッツは、エドワード・キッツィスと共に、ロストの脚本家チームに参加し、2005年度の全米脚本家組合賞、ドラマシリーズ賞を獲得した。彼は2006年度、2008年度、2009年度にもノミネートされた。2011年10月23日から、キッツィスと共に企画した、ファンタジードラマ、ワンスアポ p o タイムが、 ABC で始まった。この作品では、記憶を奪われて、別の世界に飛ばされたおとぎ話のキャラクターたちが描かれる。両者はこの7年前に、ロストに参加する以前から構想していたが、プロジェクト開始は、同番組終了までまとねばならなかった。ホロウィッツとキッチスは、トロンの続編である、トロン、レガシーの脚本を執筆した。さらに、 トロンの世界をベースとした2012年のテレビシリーズ、トロン、ライジングの最初の4話の脚本を執筆した。制作脚本、ありがとうございます。